はい、辻パフォーマンスです。今日はですね、ボンドショップ裏にすごい車が入庫してるってことなんで、ちょっとそちらをご紹介させていただこうと思います。こちらでございます。はい、AMG GT-R Pro っていう日本割り当てなんと20台の非常に貴重なお車だそうです。はい、でちょっと僕の拙い知識でこれからご紹介させていただくんですけれども、いかんせんちょっと特殊な車なんで、もっと詳しい方いらっしゃいましたら、あのコメント欄にこんな風になってるぜっていうのをコメントいただけると幸いです。そして僕の説明多分間違ってるところもいろいろあると思うんで、つっちそれ間違ってるよっていうのもコメントいただけると助かります。はい、それじゃあちょっと見ていきたいと思います。で今回こちらのお車はボンドショップ裏でお客様からご用命をいただいてご用意させていただいた新車になります。はい、非常に貴重なお車なんですけども、あの新車のご用意も可能になってます。そしてこちらボディカラーがグリーンヘルマグノっていうマットグリーンで、全体がペイントされています。そして、まあ、至る所ストライプが、ガンメタリックのストライプが入っていますね。はい、で、この車の立ち位置的には AMG GT-R、はい、のさらにちょっとスパルタンなモデル、もう限りなくもうレーシングカーに近いようなそんなお車みたいです。 AMG がまあ、GT3 とか GT4 で培った、まあ、レースの技術を惜しみなく投入した車みたいです。でいろんなところに、その辺が見て取れるっていうそんな仕様になってるそうです。で、まあ、ポルシェの911シリーズでいうところの、まあ、GT3RS みたいな、もう本当にスパルタンなモデルだそうです。はい、で一番特徴的なのはこの前回りですね。はい、もうめちゃくちゃこの下のリップスポイラーというかバンパーがもう飛び出てるのがお分かりいただけるかと思います。はい、そして GT-R にもなかったこのリップを吊ってるこの何て言うんでしょうか、ステーというか棒というかついてて、カナードもついてる。で当然全部カーボンファイバーで作られています。そしてフェンダーも何やらすごいダクトがついてございます。はい、そしてここもすごいカーボンの造形のフィンがついてますね。で組み合わせるタイヤホイールは19インチ単造ホイールだそうです。で、まあ、正直あのサイズ的にはそんなに大きくないサイズであるんですけど、やっぱりその辺がレーシングカーのたるところかなっていう感じですね。はい、でタイヤは、なんと標準でパイロットスポーツカップ2っていう、もうまんまレーシングカーでございます。はい、そして当然、カーボンセラミックブレーキ、はい、が前後装着されています。でこれちょっと僕下調べしたんですけれども、足回りなんかももうもろレーシングカーの技術が投入されてて、まあ、プリロードを変えるタイプの、車高調整付きサスペンションと、あとなんとアームが、至る所がピロボールになってるそうです。で普通の車ってアームとボディをつなぐ部分って全部ゴムでだいたいつながってるんですけれども、そのゴムによって、まあ、衝撃だったり音だったりだとか、振動だったりを吸収してるんですけど、まあ、レーシングカーの場合だとそこのゴムがあると遊びができちゃうんで、基本的にボールベアリングで全部接続されてます。はい、でその仕組みがこれにも採用されてるそうです。なんでもう本当に遊びのない、曲がったらハンドル切ったら切っただけ曲がるような本当にレーシングカーの動きをする足回りになってるそうです。そして下回りもなんかかなりもう真っ平らになっててレーシングカーのようになってるそうです。そしてもう本当に多分 GT-R といろいろ共通な部分あると思うんですけども、ルーフだったりミラーだったりサイドスカートだったり全部カーボンになってます。いやこれすごいすごいでございます。そしてリアもこの迫力のリア、もうまずこの立ち上がりがもうバンパーのこのつなぎ目まで立ち上がってるっていう、そしてリアのこのディフューザー形状もめちゃくちゃレーシーな、レーシーというか、まあ、レーシングカーそのまま多分持ってきてるんで本当にそんな造形に、そして全部当然ながらフロア下まで全部真っ平らになっています。で通常の GT-R でもかなり軽量なんですけれども、至る所にそういったカーボンパーツを使うことによってかなり車自体も軽くなってるそうです。ウィングもごめんなさい、 GT-R の標準のウィングとおそらく同じじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとこの辺が多分、まあ、ポルシェのカップなんかと全く一緒だよね。ポルシェのカップなんかと多分一緒じゃないかなと思います。ちょびっとこうついてさらにこうダウンフォースを高めるようなそんな形状になってますね。はい、もうなんていうかこのロングノーズショートデッキでこれだけレーシングな車って最近多分かなり少ないと思う。はい、で本当にニュールとかでもタイム出してる車ってどんどんこうミッドシップだったりだとか、はい、もうそういうスーパーカーなルックスの車になってきてるんですけども、なかなかこの手の車でこれだけレーシーな車っていうのはもう本当になんか魅力というかロマンを感じますよね。
で当然やっぱり車、まあ、物理の法則から言うと重量物車の真ん中に詰め込むのがやっぱり優れたものではあると思うんですけども、やっぱりそうしないであえて昔ながらのこの 300SL から続いてる、はい、と言うべきか、この要はあのカモメドアのガルウィングの 300SL からこう脈々と続くこのロングノーズショートデッキにこうちょっと男心をくすぐられるというか、はい、なんかちょっとロマンを感じるそんな車でございます。いやすごいですこれは本当に。そしてエンブレムなんかはちょっとチェッカーフラッグでちょっと可愛らしさというかポップな感じも、はい、このギャップがなんか、はい、めちゃくちゃかっこいいです、はい、いやすごいなこれ。こんな感じでしょうか外観は、はい、ちょっと知識がないんで、あのちょっとあんまり説明できるところがないです、はい、いやすごい。そして今回ちょっとこれから中ご紹介させていただくんですけども、さすがにちょっと納車前の新車なんでちょっと手袋装着でご紹介させていただきます。でちょっとカメラマンはちょっとこっちから入ってもらって、はい、で当然外側もめちゃくちゃスパルタンでレーシーな車なんですけれども、中もそれに準じてとてつもなくレーシーな仕上がりになってます、はい、でシートは、この車格のこの車にこのシートを行くかっていうまさかのフルバケ2脚、そしてバックレストは全部カーボンになってます、はい、ちょっと後でインサート入れましょう。そしてこれすごい、ボディカラーと同色のロールケージが入ってます。もうまさに GT3、 ポルシェの GT3 RS と、まあ、似た感じですね、はい、そして中はレーシーさももちろんあるんですけれども、ちょっと高級感も半端じゃないっていう、全部上下レザーにイエローのステッチ、そしてカーボンのパネルが入って、ドアはもう端から端まで全部この真ん中の部分がアルカンターラになってるっていう、はい、そしてこの辺は多分 GTR と共通じゃないかなと思います。トラクションコントロール、この辺の電子制御の介入がなんか10段階ぐらいで変えられるそうです。なんでまあドライバーのスキルに合わせてもう全く電子制御一切介入しないっていうところまで設定ができるそうです、はい、もうこの辺はあの YouTube のレビューで土屋圭一さんも絶賛しておりました、はい、でもうこの辺は意外や意外、まあさすがにレーシングカーということでもうスイッチ類が全部なくなっております、はい、まあ、電子制御の足回りなんかも全くないんで、まあ、その辺の関係じゃないでしょうか、はい、そしてハンドルなんかも当然アルカンターライエローのステッチ で、はい、でダッシュボードなんかも全部レザーで下側はアルカンターラになってます、はい、なんでやっぱりこの辺さすが AMG らしくこうレーシーさにこう思いっきり振りつつもちゃんと高級感も残したとてつもない内装になってます、はい、わあちょっとボンネット見てみたいと思います。わあすごい、カーボンのエンジンカバーと、はい、まあ、多分見た目は多分普通の GT とかと GTS とか、はい、その辺と一緒じゃないでしょうか。ただ足回りは当然全部変更さ、どうなってんのこれ、あここですね、はい、一応サスペンションが、もちろん車高調整は可能なの当然なんですけども、それに合わせて、一応伸び側縮み側も減衰が調整できるサスペンションになってるそうです。なのでここのダイヤル一つ回すことによって、まあ、いかなるその路面状況にも対応できるっていう、はい、もう本当にこのまんまレーシングカーですね。ふう、これトランクはじゃああれかな、意外や意外、鍵は今までの電子キーそのまんまっていう、はい、新しい要はゲレンデとか の、 あの四角い鍵じゃなく、はい、普通の差し込むタイプの電子キーですね。そしてちょっと続いてトランクも見てみたいと思います。果たしてこのめちゃくちゃ補強されているトランクどうなってるんでしょうか。わあ、シュロスのなんと4点 ?5 点がこれ標準装備かなあのちょっとごめんなさい、意味がわからないです、ちょっと、はい、あれ普通のシートベルトも、あこのイエローのシートベルトが当然ついてるんですけれども、それプラスアルファでなんとシュロスの4点かな、4点だな、4点、4点です。まあそりゃそうだよね、さすがにここから通さないよね、うん、なんとびっくり、はい、シュロスの4点のシートベルトが付属しています、はい、多分この辺でシートを後ろに止めて使いなさいよってことだと思います。そしてやっぱりとんでもないです、はい、リアの視界はほぼゼロじゃないでしょうか、このターバーによって。そうだね、
すごい。多分これだけ小さなキャビンだと剛性ってもともとものすごく高いんじゃないかと思うんですよ。それに加えてこのロールケージでキャビンのこう剛性を上げてこれだけレーシングカースタイルにするってとてつもないですね。ちょっとそしたら続けて、排気音の方も確認してみたいと思います。ただちょっとお車がお車ですんで、ちょっとアイドリングだけになってしまうと思うんですけども、ちょっとお届けしたいと思います。レーシーさを極めつつも本当にこう色気とか高級感はこう損なわない、もう本当にその辺はさすがというかすごい車ですね本当に。あとはちょっと駐車場内、本当に5メートルぐらいなんですけども動かしたんですけど、ちょっとデフも本当にゴクゴクっていう思いっきり効いてる感じがこう乗ってて伝わってくるのと、あとは 4WS なんですね。低速でハンドルを切ると、逆方向にリアが向くっていう、でおそらく高速時だと、ステアリング切った方向と同じ方向に向くんじゃないかなっていう、はい、そんな機構もついてます。はい、というわけで今回はボンドカーズ裏より、AMG GTR Pro をご紹介させていただきました。紹介多分できてないですね。 AMG GTR をふわっと見るっていう動画をお届けしました。でボンドグループでは非常に希少なお車、新車のご用意も可能です。ぜひ各店までお問い合わせください。最後までご視聴ありがとうございました。